はい、こんにちは。2021年4月4日日曜日。インスターでございます。復活おめでとうございます。一つの星が喜ぶから降り、一本の月。 私、えー、現在ね、大学に通うために調布に住んでいるんですね。えー、私の所属、某、えー、横浜の某協会なんですけれども、えー、ちょっとさすがにね、タクシーで行きは行きましたが、帰り、なんと、この私が、電車で帰ってきましたこれを、 復活の見技と言わずしてなんとなぶ。ほんの半年前、私は100メートル、200メートルでもタクシーに乗っていました。今日は電車へ帰ってきました。だからこんな今15時40分。<laughs> 初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダルド・マリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けられてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ行って、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走った。 言っててらららに告げたたが墓から取り去られており去れおましたどこに置かれているのか私たちにはわかりません。そこでペトロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったがもう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと天布が置いてあった。しかし、彼は中には入らなかった。続いてシモンペトロも着いた。 彼は墓に入り、甘布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは、天布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓についたもう一人の弟子も入ってきて、見て、信じた。イエスは必ず師匠の中から復活されることになっているという精霊、聖精の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。 大事なところはね、イエス様がご自分で復活されたわけではないんですね、えー。イエスは必ず死者の中から復活されることになっている。父と子と精霊の皆において、イエスを復活させたのは三味一体の神です。 イエス一人の力ではないんです。三民一体の力により、イエスが一人で復活したのではなく、復活させられたのです。そしてこちら。枝でございます。おー主よ、ほざんな、主の名において来たるもの。 ペンの糸高きところには保残な。えー、今年はね、枝の手術と言うんですけれども、えー、私、参加できなかったんですね。クリスマス復活サイトを許可をもらっていたんですけれども、ここだけはなんか、ちょっと、系統が違うということで、ガチ信者の私も、ちょっと入れていただけなかったので、今日、えーお、手渡されました。はい。今日手渡されましたね。 それをバッグの中に入れて、電車に乗って帰ってきました。主の復活晴れるや、褒め歌え晴れるや、墓しも,も憂いも、打ち破る主イエすよ、死の棘さえ滅ぼし、人の罪をわがなう、主の復活、 はつれるや、ハレルヤ歌声は晴れるや、墓ふさぐいはさえ、三日目にのけられ、死を越えて命へ、主は勝利を収めた、死の棘さえ、 復活晴れるや歌声は晴れるや墓に立つ天使が喜びを散らせる恐れるなシュエスはここにはおられない主を包んだ心 復活、晴れるや。歌声は晴れるや。咲いてこの知らせを、弟子たちに告げなさい。主は復活なされた。我らは救われた。死の峠さえ滅ぼ 復活ハれるや歌声はハレルヤ,レルヤ、えー、この歌の通り3日目にのけられ、えー、主は3日目に復活されたのです今日主日日曜日でございます えー、1億万回目のループトークでございますが、えー、キリスト教というのは、えー、まあ、クリスマスの時に毎回話しております。イブとクリスマス。これなぜ2つ、2日あるか。ないんです。1日なんです。日が沈んだら、えー、太陽が沈んだら、日が変わります。つまりクリスマスイブというのは、えー、24日の太陽が沈んだ日からスタート。そして25日、太陽が沈んだ日に終わり。 とということなんですねだから昨日の夜から復活祭になっております。イースターです3日目に復活され3日前イエス様が進んで受難に向かわれパンを取り弟子に与えてこう告げられた「皆これを取って食べなさい」「これは私が与えられる私の体である」3日目に何がありました 入学式です。入学式です。はい。これを神の見業として何と呼ぶのですかあなた方はまだ信じないのかまだ信じないのか教会に行ってください。聖書を読んでください。キリストイエスを信じてください。今日からお前は卵だ 父とこと精霊の皆によってお祈りいたします。アあン